はい、どうも、トワです。ディビジョン4ですけども、2勝3敗で、勝ち点6で残り5試合、でやっていくんですけども、まあ現メンバーがね、このテコ入れしたメンバーですけども、さらにテコ入れをしていきたいと思います。ちょっとね、あんまり振るわなかったんで、このメンバーでやっていきたいと思います。一応、まあ、J リーグの選抜メンバーですねで作ってるんですけども、まあイニエスタ、まあ使ってなかったんでね、この辺はどんな能力なんかっていうのも含めてやっていきたいのと、大迫ね、個人的にはあんま好きじゃないですけど、まあ能力高い選手なので、まあ使っていこうかなと。で、両サイドは川崎で組んで、ベンチはこんな感じ、まあ、相馬くんとね。で、やっぱりね、このワールドカップのカードがね強いので、まあ、この辺りは、まあ、権田もねそんな好きじゃないですけど、能力自体は東よりねだいぶ能力高いんでね、そんな変わらんか。いや、でもまあ強いか。なので、まあ、調子が良かったら使っていきたいかなっていう感じですね。いやー、全然ダメだ。いや、もう心折られるって。最後残留したいな。あれ入ったら半端ねえな。すげえな、バックヘッダーで。すごいない、角度。ほら、よっしゃー、犬いい。あ、勝った。まあなんとか残留はできたけどね。まあこの調子でやっていきたいって言いたいけど、全然やったな。もう一個レベル上げるか。もう一つちょっとチームを上げて、アンダー24でやっていきたいと思います。